面向日本海的新舄县是日本第一大稻米产区，著名的月光米就是来自新舄。全县境大约七到八成土地是山区、农田和河谷，但这一片景色绝美之地却是全日本最没落的农业地带之一，人口严重外流老化。出身新舄县的日本知名艺术策展大师北川富朗，二十几年前回到他的故乡，选择在新舄南部十日町市和津南地区举办月后期有大地艺术季三年展，希望透过艺术活动的举办吸引观光人潮，振兴这片总面积将近三个台北市大却只有五万多居民的农村社区。北川亲自挑选邀请日本与国际知名艺术家来到这里，以当地文化生活与自然环境为题材，创作形形色色的装置艺术品。四百多件作品散布在山林中、梯田边与河街台地上，让整片大地变成一座没有墙的户外美术馆。もう非常に簡単で面白い作品を選んだ、それだけです。ただまあその面白いっていう中に一つあって、それはやっぱりこの土地じゃなきゃできないことでないと選ばない。東京でやればいい、やってもいいことはあまり選ばないようにして、でも本当に面白さでやってます。ところがつまりの場合はそこに行くまでの道とか、そこに生えてる草とか、そういうことを含めた空間の楽しさを僕はいいと思っているので、そういう意味では歴史とか環境とか、そういったものを入った上での空間体験をしてもらうようにしている。最重要的是，艺术季创造了许多机会与空间。鼓励当地居民参与艺术创作，担任活动志工，提供餐饮服务，让在地居民有机会和外来艺术家、志工与游客紧密互动。芸術祭のっていう大きな塊のどこかに市民に関わってもらいたい。ですから採れた野菜をここに持ってきてもらいたいし、例えば料理に自信のある人はね。料理作るところにレストランに来てもらいたい、作ってもらいたいですね。そしてあと特にお客様をおもてなしするご案内する時にですね、そういうおもてなしのところに参加してもらって、そしてたくさん外からおいでいただいた方と話してもらいたいですね。でその時因人口流失而故意在各村落的废弃校园与老屋，在艺术家的巧思下变成一个个有趣的美术馆、艺术作品与旅馆。当地居民将家乡最美好的特色在这边展现给游客，也重新找回对自己家乡的自信。二十年下来，月后期有大地艺术季已成了结合观光与地方创生的典范。对于想暂时离开城市喧嚣的游客来说，更是个体验日本传统文化与自然风光的最佳地点。